皆さんどうもこんにちは、ワンディー&ユーポンです。今日は見てください、ここは私のお部屋です。でなんか今日は何をするかというと、まず見てベッドの位置をね買いました。これまあ机のね下によくある引き出しなんですけど、コロナ禍をね今日は断捨離しつつ、あとは中身をね変えたいと思います。なんか今入ってるのは文房具とかなんですよ。例えばまあ付箋とかなんかシャーペンとかそういうの入ってるんですけど、ここを変えて、まあ、ベッドの横に置いてあるんでね、なんかいろいろ日常品とか入れたいなと思います。でまず汚い、ここそう、掃除しなくてすごい汚いんです、ここなので、まあ、片付けつつ今日はねただただ綺麗にしていくっていう動画です。はい、まあ、まずね、まあ、これトートバッグなんだけど、トートバッグはとりあえずまあ押し入れに入れとこうかなって感じです。でこれはシューズなんか撮影とか行くときにさ、シューズが必要じゃん。だからシューズなんだけど、まあねまたねちょっとコロナが流行り始めちゃってるので、な使わないと思うのでこれも押し入れで、このスコブルちゃんが多すぎて困ってます。これ見てください、たくさんいます。ででん、え、かわいい、なんか3つ並ぶとかわいいね。そうなんかね、これも置いてあげたいの、こういうところに。あ、置いてあげようぜ。これ見て、今日七夕です、星に願いを。で、そして、ティッシュ。まあ、ティッシュうち、鼻水とか別にそんな出ないんで、なんか、鼻くそ取った時とか使ってます。まあ、でもティッシュ本当に使わない。あ、なんかこれ前買った、100均で買ったやつ。あとこれ電気。うちね、これね、セリアで買ったんだけど、あんまり好きじゃないの。あんまり好きではない。なんかどうやって使えばいいのって思っちゃう。うん。あ、汚い、ここ。こういう時にティッシュです。いやね、あんまり使ってなくて、ここが。なんか、ほぼほぼマジで物置って感じだったの。あ、歌丸持ってくればよかった。オッケーオッケー。ちゃんと今日も見てください。ゴミ袋あります。で、まあ、ここは、このステッカー超取りたくない？で、ここはこんな風にね、付箋とかがいっぱいあるの。てかもう本当に付箋コーナーって感じなんだけど、ここを、この付箋たちをどうするって話よね。まあ、とりあえず、まあ、こんな感じ。で、下が、こんな風にね、たくさんなんかメモ帳とか、なんかペンとかいっぱいあるの。シャーペンとか。だからこれもね、ちょっと、机の下に置くなり、ちょっとしたいと思います。え、なんかどうやってさ、どっからさ、掃除すればいいかわかんないうち。まあ、とりあえずなんかさ、こっからやればいいかなって思ってる。これはあれだね、ポケルン TV さんからもらった付箋だね。ほら。これ可愛いと思う、マジで。あとこれね。これあったわ。なんかね、付箋にはまってて。なんかいろんな色あんの、この色。これいいと思う。何これ。見て、テスト勉強。ほら、テスト勉強してる。不思議だわ。あれだよ、なんか生殖細胞とかなんか理科のやつだわ。イオン式とか。これ多分ね、中3だったような気がする。え、めっちゃさ、頑張ってると思わない？ほら。めっちゃ頑張ってるよね。でもこれでもね、理科の点数ね、20何点かだったから。ピエン！え、これはなんか思い出に残しておきたいよね。だから、その中学校の、なんか、バッグとか、入れてる段ボールに入れておきます。これね、このノートね、中3の頃に持ち歩いてて、もうなんか変なことしか書いてないの、これは。なんかね、歌の歌詞書いてる。なんか歌の歌詞とかすごい書いてんの、これ。そうそう。あとなんかうんこ図鑑とか友達と遊んでて、なんかうんこ図鑑結構あるの。はい。これはまあ思い出として残しておきます。怖くない？え、怖くない？これ。うちこんなの書いた記憶ないんだけど、え、怖くない？これ普通に。あとこれね、なんかうちさ、こういうメモ帳類すごい困ってて。いやさ、可愛いから残しておくんだけど、こういうメモ帳系ってみんなどこに置いてますか？なんかうちよくわかんないわ。あとこれだ、これ友達からね、誕生日プレゼントでもらったラプンツェルの付箋です。そう、これ可愛いよね。これめっちゃ可愛くて。なんかこういうのってさ、使えないよね。もったいなくて。壊れてんじゃん、これ。あとね、消しゴムをね、え、汚ねえ、この消しゴム。ここにもあった、これ。
あ、これ生きてる。これ生きてた。あとね、ペンとかもね、いっぱいあるんだよね、こんな風に。どうしてくれんの、このペンの量。あ、これは使えそう、これは。これは使う。これはね、あー。なんかこういうステッカーさ、前紹介してたの結構前だけど、なんかそのやつがね、入ってる。でね、そう、ここね、あのね、シャーペンとかがすごい多くて、なんかシャーペンの断捨離とかもしようかなと思ってます。断捨離します、ちょっとシャーペンの。うん、言うてあんまりなかった事件。やっぱ全部ね、なんかシャーペン捨てれないんだよ、うちなんか。ちょっと、頑張ろう。で、次ね、あの、よくわかんないもん。バナナ。なんかバナナのペンばっかりあんの。これ何なのこれ。え、何これ。え、何これ何これ。え、何これ。え、何このバナナ。え、怖っ。あー、これね、ベアのやつね。これも懐かしい。あ、見て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 。こういうさ、スタンプとかもね、懐かしいね。これはちょっと取っておこうと思う。あれ？嘘、これさ、持ってたよ。え、これ持ってた。え、またあるこれ。どんだけあんの？で、これはね、クリップ類ですね。クリップ類。いっぱいある。あ、これね。この中に、あのね、プリクラとか全部入ってんの。いろんなものが。もうパンパンなんだよ、プリクラが。え、超懐かしい。なんかいろんなプリクラがある。うん、って感じだね。これなんかね、小学校の頃からずっと持ってて、プリクラもずっと入れてます、これは。あとメモ帳ね。これもね、視聴者さんからいただいた、ラプンツェルのメモ帳です。いや、これほんと可愛くて、なんか、使うにも使えられないっていう。そう、可愛くて。で、あとはペン。まあ、こういうペンもね、使うよね。ん？違う。これなんか違うわ。これ丸、丸にできるよってやつだ。動画で紹介したやつね。で、メモ帳。あー、ブラウンもあったわ。で、これもね、視聴者さんからいただいた付箋っていうか、まあ、メモ帳かな？メモ帳です。あ、仕切りも取れる。え、じゃあ仕切り取った方がよくね？いや。入れておく？って感じはね、この中は、これで以上です。なんかね、もうちょっと、あの、ケース買ってくやればよかったと思った。思わないかい。本当にそれ思うんだけど。あ、待って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 。待って。待って待って。なんか前さ、ほら、これ、キャンドゥでさ、買ったカゴあるじゃん。これとか使えそう。あ、入んなかった。ほら。こういうのね。見えるかな？こうやってね、置くのもいいと思う。でさ、なんかさ、ほら、加湿器ね、使ってたの、冬は。けど、もう使わなくなったから、これもね、ちょっと入れておきます。いや、なんかさ、髪の毛邪魔。なんかすごいね、良くなりそうな気がする。よいしょ。なんかさ、わかる人はわかると思うんだけど、ベッドの隣に棚を置いてたの、前まで。けど、なんかそれをやめて、棚を押し入れの中に今入れてて。なんかとりあえずその押し入れの中にあった必要なものを、このケースに。あ、見て！サイ&コー。なんかさ、見て。これ、2個あったわ。あ、待って。それはマジで、ないわ。それはないわ、マジで。それはない、それはない。入った。無理やり入れた。いいんじゃない？もう無理やり入れちゃおう。もうこういうのは。これね、あのね、視聴者さんからいただいたの、休んでくださいって。ホットアイマスク。あとはこれね、このコロコロ。コロコロすごく大事。ここに置いておく。櫛と。あと、鏡。あとね、これね、綿棒ね。綿棒、綿棒。買うことないと思うけど、とりあえず入れといて。あ、あとね、そう、持ってきたの。これ。なんか、ハンドクリームとか、日焼け止めとかもね、一緒に入れておきたくて、いつもなくすの。だから、置いとく。日焼け止めも。え、めっちゃ良くない？
すごくいいんだけど、ほらこれちゃんとまとめてる私が。あ、めっちゃいいじゃんこれ。あ、めっちゃいいじゃん、やば、見違えるほどだわこれ。で、あとはね、あのここなの、もうここどうぞ。ほらまたあった、これ。とりあえずこの付箋類はね、一回出してまた断捨離します。それかさ、こん中に入れとこっかな、付箋とかは、メモ帳とかも。あ、入んねえわ、ごめん、なんでもない。見て、付箋きれいに入った。これはね、机の下とかに置いておきたいと思います。この中、まあ、とりあえずまあこれは大事なもの、何もなかったことにしておこう。これ大事だからね、これ置いといて。あ、見てよ見て、これさ、アクセサリー入ってんの、まあ、あんま入れてないんだけど、そう、なくしたものは結構あんだけどさ、こういうのもいいかもね、アクセサリー入れ、なんか入れとくのも。そうしよう。だからちょっとね、このアクセサリー関係はもうちょっと探して、後で入れたいと思います。あ、こういうのいいわ。こういうのいいわ、こういうのいいわ。てか、あんまり物を置きたくないからこれでいいぐらい。で、ここなんかね、すごくいい。すごく。ここいいわ。私にでもやればできる。なんかね、あのね、捨てられないのってさ、なんかいつこれ使うんじゃないかっていう、気持ちがあってね、なんか捨てれないの、どうしよう、なんかもし使いたくなったらっていう不安がある。これはね、シールボックスに入れておきますね。待って、上にもあるの忘れてた。こうやって入れておこう。ティッシュ、ティッシュ。あ、見て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 、かわいい、何気にかわいい。開けたらね、こんな風に、まずこのあのコロコロのやつとか、櫛とか、あとこれあの爪のやつとか、鏡とか置いて、なんかよくわかんない、クリップと付箋、あとここに冬に使う加湿器と、よくわかんないメモ帳と綿棒と、ハンドクリーム、日焼け止め、ニベアって感じですね。上は、まあ、あんまりね、アンドリーちゃんとできてないんですけど、これと、あとアクセサリーボックス。で、上に行くと、なんかライト置いて、ティッシュ、すこぶるちゃんって感じですね。はい、ということで、今日はここの引き出しの断捨離もしつつ、整理整頓、まあ、中身の入れ替えとかしてみました。ってことで、皆さんご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、おつぱん！